昨日日本で初ライブを行ったイギリスの歌姫バービーさん20歳。ファーストアルバムはオランダやベルギーなど7カ国でトップ5入り。ディズニー・ピクサー作品をはじめ多くの映画に楽曲を提供、グラミー賞にもノミネートされるなど話題のシンガーソングライターです。そんなバーディーさん、今まで日本に来たことがないにもかかわらず、最新アルバムのジャケットでは着物姿で撮影するほど日本の文化に多くの影響を受けているといいます。そこで今回、念願の初来日で日本文化を体験するバーディーさんに同行させていただきました。訪れたのは浴衣が着られるお店。選んだのは菊の花があしらわれた青色の浴衣。日本を好きになったきっかけは何だったんですか？I read a book called Memoirs of a Geisha, which really resonated with me just because of the description. It sounded so beautiful. She's a long way from home, and I think that kind of resonated with me. 他にも風鈴作りや書道などを体験し、大好きな日本文化に触れたバーディーさん、今後の目標について聞いてみると、 I'd love to do more like the score at some point. That would be amazing. And I'd love to one day make some film music. Thank you so much.